三角神社は、宮崎県東臼杵郡三里町にある神社。祭神は、大山隅神、くだの定下を、うかの御玉の命、本田分けの命ほか、本殿は、国の重要文化財に指定されている、養老二年の創建と伝えられる。三角神社演技によると、奈良時代中期の後見天皇天平商法8歳、660年に、滅亡したはずのくだより清掃を逃れたという。 王族の帝家王とその子の福地王が、日向の海岸に漂着し、やがて、帝家帝は、神門の地に落ち着き、福地王は、現在の木城町に住んだとされる。まずみ太郎、または、エキシミル社の援助があり、父子はこの地で崇敬され、死後は、神として祀られたという、三国式によると、756年は統一しらぎ、慶徳王の時代で、 この前後に災害が続き民が飢えたことが記されている。日本側の記録、俗日本記によると、天平法治3年9月4日上に、以下のように記されている。近年、白木の人々が帰化を望んで来日し、その船の耐えることがない。彼らは、租税や、労役の苦しみを逃れるため、遠く墳墓の地を離れてやってきている。その心中を押し量ると、どうして、 故郷を思わないことがあろうか。それらの人々に、再三質問して、帰国したいと思う人があれば、食料を与えて帰らせるように。以下の読書において、伝承が異なる。1、三角神社演技に、この木大明神演技3、日向旧石見聞録4、筑死日記完成4年うる2月19日上1には、海野州山梨郡三王社官主である。 原稿章によって作成されたものである。それぞれ前半部分は佐渡荒町上田島にある仏日山大三寺節道、禅寺が持ち込んだこの木こら旧記の写しで、後半は原稿章による交渉である。この木こら旧記文中では天平商法8歳を天平商法8年と誤記している。また文中には1580年代に開始された唐津焼が登場する。一では、 原稿賞による交賞部分で、後見天皇寺、九だら王子金大連と長皇寺と九だらと白木を混同している。この木祠ら旧機の内容も、一二件で異なる。三は、笠原道順が現地古老に取材して実験するところをまとめたものである。本書では、九だら関連の伝承は語られない。この木神社に祀られているのは、福地王とせず、 異国の大将軍であると地元民は述べる。著者はそれを誤りとし、祭人である、大名虫の命が、国譲りの後にこの地で撤去したためであろうと論じる。三越の巡行については、大名虫の命が一人日本国に泊まって、経営を続けたことに由来するという。四は、高山被告老の順友日記である、三角神社の祭人について、くだらの子二騎士とも、 源の頼朝の子供とも言うと述べる。王の遺品として伝わる鏡24面が写法として残っている。神社の近くの国道446号線沿いに、くだらの子に士貞義帝古墳と書かれた氷柱が建てられている。氷柱の南約50メートルほどのところの畑の中に、高度の大部分が作品された塚の原古墳がある。本殿の屋根裏には、千点以上の鉄矛や、 鉄属などの武器類が保管されており、地域の武器庫との関わりが考えられる。さらに、末期の大亀や古墳時代の自家刀や、銅鈴、馬卓などが保存されている。重要文化財、広文元年に建立された七軒舎流れ作りの、社殿。現在は、社殿保護のため、大屋が作られている。平成12年12月4日指定。 選択無形民族文化財毎年旧歴の12月に行われる千年の伝統を誇る祭りである。木城町のこの木神社に祀られている福地王の御神体が9 0キロメートルの道貞を旅して三神社に祀られている父の定家王に対面する祭礼で3日間行われる。以前は全皇帝徒歩で行われていたため10日かけて行われていた。 対面した初日から二日目にかけては、神楽が回れる。三日目の別れの儀式では、皆で顔に、かまどの墨を塗る、平黒塗りが行われる。平成三年一月二十五日選択。宮崎県文化財古墳時代の鏡四面。奈良時代の陶式教十七面。平安時代の鏡三面。室町時代以降の鏡九面の、計三十三面。昭和40年8月17日指定。 現在は西の小僧院に収蔵されている、欧米八年僧侶のビッグ長ありが描いた昭和40年8月17日指定、ありがとうございます。